はい、本日も始まりましたコレパ放送局。今回はコンビニのセブンイレブンで大人気アニメっていうか大人気漫画ですね、大人気漫画のブルーロック、こちらのキャンペーンが、ね、始まるということで、こちらの詳細お伝えしていこうと思います。はい、今回ブルーロックです。大人気漫画のブルーロックが今期アニメで始まるということで、24話制作でしたっけ。はい、24話で制作されるということなんですけど、はい、こちらのねアニメの放送に多分つながってると思います。こちらブルーロックがキャンペーンで登場するということです。期間は2022年10月の6日木曜日0時00分から10月19日水曜日まで。セブンイレブンさん日付変更最近多いですね。はい、10月6日の木曜日0時00分からです。はい、景品がなくなり次第終了、お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がありますということでね、そちらの方気をつけてください。対象のお菓子購入でブルーロックグッズのプレゼント、はい、こちら英語クリアファイルがプレゼントされるのは、数量限定1店舗あたり5種、先着24枚、5種類で24枚ってことはどういう割合なんでしょうかね。はい、対象のチョコレート菓子を、対象のチョコレートですね、チョコレート菓子を一度に3個買うとブルーロック英語クリアファイル1枚がプレゼント。デザインは全5種類で、イサギヨイチ、バチラ、めぐる、なぎ、せいしろう、いとしりん、こちらと集合の5種類になってます。キャラクターものが5枚と集合が4枚の比率じゃないかなと思います。で、対象商品は明治のミルクチョコレート、ストロベリーチョコスティックパック、ガルボチョコポケットパック、ガルボ粒練りいちごポケットパック、ガルボブラックポケットパック、アポロのマイスタイルパウチ、タケノコの里いちご&ショコラ PPタケノコの里ポケットパック、キノコの山ポケットパック、チョコレート効果カカオ 72% パウチ、こちらの10種類になってます。対象商品3個組み合わせ10プラスお好きな英語クリアファイル1枚を一緒にレジまでお持ちくださいというふうになってます。いや、こちらのクリアファイルね、めちゃめちゃかっこいいよね。なんかね、ヤバそうな雰囲気のねところの階段に座ってるって感じはしますけど、いや、これ目が光ってるんですよね。目が光ってるって言ったらなんか黒子のバスケをねちょっと思い出してしまったんだけどね。はい、もう一つは関連情報として、ブルーロックのコンテンツプリント、テレビアニメブルーロックのブロマイドが店頭マルチコピー機に登場、今後も追加予定ということでお見逃しなくというふうになってます。 L 版が1枚200円の税込み、期間は10月の1日土曜日から9月の30日、来年の9月30日土曜日までになってます。今現状のキービジュアル全1種だけなんですけど、今後増えていくっていうことみたいですね。それとセブンネットにてグッズが販売中っていうことで、ゲートパス付きネックストラップが登場するということです。全4種類で限定アイテムが登場、スタイリッシュなデザインで使い勝手抜群のネックストラップと青い監獄ゲートパス風カード、パスケースが付属した3点セット。いや、これちょっと欲しいですよね。ゲートパス付きネックストラップ潔い1バージョン299でポイント高えなはい、バチラ・メグルに国神蓮介、ちぎり・ヒョウマン、こちらの4キャラクターかな。今後も多分ね、キャラクター増えていくんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ね、セブンイレブン、コンビニセブンイレブンがブルーロックのキャンペーンをね行うということで、はい、テレビアニメとして今期登場ですよ、24話。いや、普通に、ね、嬉しいですね、24話だとね。ブルーロックのキャンペーンが10月6日の木曜日、日付変更0時00分からスタートします。はい、よければセブンイレブンへお足を運んでみてください。はい、そんな感じで、バイバイ。